こんにちは、つかな TV の岡野です。本日の動画はじゃん、プラザでお買い物してきたので、こちらの商品紹介をしていきたいと思います。TikTok とかでよく見るプラネットグミを気になってて、で去年にプラザで見た時にはまだ購入してなかったんですけど、今回やっとまた再入荷してたので、こちらですね、プラネットグミ購入してきましたね。すごいね、これ TikTok とかインスタでも出てくるんかなの気になったので、ついに購入してみました。で、あとこちらですね、よっぽぎラッポキチーズ味カップのラーメン購入してみました。こちらまたシュバブでエイターのまったりおうちご飯で食べていこうかなって思ってるので、また動画上がったら見てみてください。なので本日の主役はこちらです。プラネットグミ開けていこうかなって思います。で、こちらが喉を詰まらせないように必ずよく噛んでお召し上がりください。また噛む力、飲み込む力の弱い5歳以下のお子様、ご高齢の方は絶対に食べないでくださいって注意書きが書いてます。ここにもシール貼ってます、注意書きの。開封したプラスチック容器からグミを吸い込まないように、プラスチック容器から完全に取り外してからお召し上がりくださいって書いてます。え、めっちゃ気になんねんけど、こういう形でなってます。え、かわいい、めっちゃさ気になってたんよね。あ、でもさ、みんな噛んで開けてるけどさ、普通にここに持ち手があるから開けます。開いちゃった。あ、え、何、何の匂い、なんかあのロッテのブルーベリーガムみたいな味が、匂い、味じゃない匂い、グミっていうんかな、マシュマロでもグミなんやろね。え、めっちゃさ、もうここでひっついてさ取れへん、ほら、あ、取れた。断面めっちゃさ弾力ある、こんな感じで、ほら、ブルーベリーソース入ってます、ほら。食べ方間違えてる。では半分に割っちゃったんで、こちら半分ずつ食べていこうかなって思います。え、これシュバブでエイターのまったりおうち、まったりおやつタイム、おやつ時間です。今からは、うん、この紫のソースが酸っぱい、酸っぱい、で青いグミはほぼ味がない、ちょっとだけ味ついてるんかな、なんかすごい不思議な味がします。あの開け方したい、口に挟んで割るやつ、口に挟んで開けるやつか。待って、これどっち向きにあれしたらいいんやろ、こっちかな。あ、額にあるか、これさ逆に開いてんけど私。で、全部あのブルーベリーソース中に入ってきた。ご飯出てきた。こちらですね、あと2個残ってるんですけど、ちょっと甘すぎるんで、またゆっくり食べようと思います。次、なんかインスタかな、プラザのインスタで
グミ祭りみたいなので、また私が気になったグミを購入して紹介していこうかなって思うので、また見たいなって思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは次回のオカナ TV でお会いいたしましょう。ごきげんよう。